こんにちはマセンです今回は千葉県柏駅の柏丸井店にある花丸うどんに行ってきたのでそのことについてお話ししていきたいかなと思います。はい。ということで、えー、千葉県の柏駅の東口出てすぐ右にある柏丸井店の2階ですねもうそのまま入って少し奥の方にある ところですね、華丸うどんに行ってきました。はい。で、えー、まあ、注文したのが、かき揚げと、あと、ぶっかけうどんの宙ですね、を、えー、注文しました。合計600円でした、ちょうど。意外と、あの、 何だっけ揚げ玉とか入れて食べたんですけどかなりお腹いっぱいになりました昔これのね牛が入ったやつ食べたんですけどそれで「あもう食えねえやべえ」って思った経験があったので肉なしのぶっかけうどんにしたんですけど中にただあのかき揚げがやっぱりすごく大きいので <laughs> これでもお腹いっぱいになっちゃったと思いましたね 超でも良かかったた。なとすごく思いましたやっぱりあの食べててすごく美味しいなと思いますね、はなまるうどん、毎回あの。毎回というか、昔、病院じゃない、薬局実習、薬学部の時の、えー、薬局実習の時に、お昼、ご馳走になってたんですけど、その時に、花まるうどんに、まあまあの頻度いってて、まあ、それで、 あ花丸うどんうめえやと思いながら、まあ、その時に食べてて、まあ、すごく <laughs> 破裂しそうなお腹になってたのでその経験がありましたね、うん、とても美味しかったですです、まあすごく食べてた最中に気づいたことがあって店員さんあのまあ若い女の店員さんだったんですけどすごく思ったのがあの頼んだのが ぶっかけのです、ね、<laughs> あの何の,あの意味もなく単純に頼んだんですけどあの <laughs> ぶっかけの「中」ってちょっとやばくね<笑><笑>えってあれやばくねえかこれ <laughs> とか思いながら、うん、食べてたんですけどしかも若い女の店員で「あじゃあ,あのぶっかけの中で」ってで 注文しときに、まあ、店員さんが「あっ分かりました。あぶっかけのチューですね。かしこまりました」って返事が来て今思うとあの食べてるときに思ったときは「あこれやばくねこの会話」みたいなそんなことがちょっと思いました。うん、何の意図せずこれ結構すげえなって思いましたね。うん、言葉だけ見るとね。で少し思ったのが あの花丸うどんのこのついてるレモンって皆様どうしてますかけてます全然あの使い道が正直分からなくて <laughs> どうなのって思ってるんですけどどうなんですかねこのレモンで全然使ってなくてかけるのそれとも飾りとか思いつつまあちょっと食べ方もしあの教えていた,だいただける方いらっしゃったら教えてくださいはい とということで、今回は千葉県の柏駅の柏丸井店にある花丸うどんに行ってきたことについてお話ししてきましたそれではご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談本格配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き 頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あと、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね